クリングマンズドームは、アメリカ合衆国南東部、テネシー州とノースカロライナ州にまたがるグレート、スモーキー山脈の一角である。標高6643フィートで、グレート、スモーキー山脈だけでなく、テネシー州や、総延長2174マイルのアパラチアン、トレールでも最も高い場所である。ミシシッピ川東部において、ここより高いのは、 ノースカロライナ州のミッチェル山とクレーグ山のみである。クリングマンズドームはグレートスモーキー山脈国立公園の一部として保護されている。陶器は閉鎖される。舗装道路はアメリカ国道441号線に接続する。1959年に建てられたコンクリート製、展望台では360度パノラマ風景が一望できる。 ここにあるアメリカ合衆国環境保護庁が管理する大気質監視所は北、アメリカで2番目に高い。頭皮もみによる森林がこの地域に広がっている。通説によると、チェロキーインディアンの間では、クワヒという名で、入植者の間では、スモーキー、ドームという名で呼ばれていた。1859年、アーノルド・ギュにより、1850年代に一帯を大規模に探索し、 長年発展に貢献した同国人で南北戦争将官のトーマス・ラニー・クリングマンにちなんで解明された。クリングマンとノースカロライナ大学教授のエリシャ・ミッチェルによって標高に関する議論がなされた。クリングマンはスモーキードーム、ミッチェルはブラックドームが高いとそれぞれ主張した。ギュイオはスモーキードームよりブラックドームの方が39フィート高いとしていたが、 クリングマンの主張にちなみ、クリングマンズドームとなった。クリングマンズドームの展望塔グレートスモーキーの大部分同様、クリングマンズドームは警備に変質した堆積岩で形成され、お恋以上群の一部として知られている。これらの岩石は、約10億年前の海の堆積物が元になっている。この山の大部分が密生した低木層で覆われているがこの方の岩石が多く、 存在し、クリングマンズドーム道の終点である、ホーニー・リッジ駐車場には巨岩石層がある。この山の歴史が何年にわたるか正確な数字は、定かではないが、アレガニー・ゾウ山運動によると、約2から3億年前に形成された、世界最古の山ということになっている。クリングマンズドームには西に6560、フートのバックレーサン、 東に6400フートのラブ山の二つの頂上がある。北の坂からリトル川、南の坂からホーニー川とノーランド川など、クリングマンズドームの坂からいくつかの川の源流が始まっており、さらにテネシー川の分岐点もある。クリングマンズドームの登山口クリングマンズドームは、グレートスモーキー山脈国立公園の中で頂上に行くのに、最も交通の便が良い場所である。 12月1日から3月31日までは閉鎖される。7マイルのクリングマンズドーム道はニューファウンドギャップを過ぎたところから始まり、頂上の300フィート下に山頂に続くホーニーリッジ駐車場がある。半マイルの舗装道路が駐車場から頂上にある54フートの展望台まで続く。短いが急勾配の坂の前にグレート、 スモーキー山脈協会による小さな観光案内所と売店のほか、ゴミ箱やベンチが設置されている。また、組取式トイレもある。アパラチア山脈の環境に適さない植物もあり、頭皮もみの森林を抜けると、落葉樹や枯れたフレーザーもみがある。展望台は360度パノラマで、時々晴れて山の周りを一望できる。展望台の手すりには、 看板がついており山頂、尾根、町その他特徴的場所を指し示している。もやのかかり、具合によって視界が異なり、もやが濃い日は20マイル、とてもよく晴れた日には100マイルまで見ることができる。アパラチアントレールはクリングマンズドームを通り、すぐに北の展望台に届く。7.5マイルのトレールがニューファウンドギャップに続いており、 冬季に閉鎖される山に続く夜間通行止めの道路がある。2階の施設が五ンプロング交差点の2.6マイル西のダブルスプリングギャップシェルターにあり、シュガーランドマウンテントレール交差点の西4マイルにマウントコリンズシェルターがある。クリングマンズドームはホーニーリジトレールやホーニークリークトレールなどいくつかのハイキングトレールの拠点にもなっている。グレート スモーキー山脈とノースカロライナ州のアウターバンクスを結ぶマウンテンズ・トュシートレールの西の終点はクリングマンズドームの頂上にある。フォークリッジトレールを経由してブルーリッジパークウェイに向かって下り始めるアパラチアントレールの3.8マイル西にある。1946年6月12日早朝、B-29 期がクリングマンズドーム頂上近くに墜落し、 上院12人すべてが死亡した。A.B. クリーンモンズドーム。ジオグラフィック・ネームズ・インフォメーション・システム。U.S. ジョバロジェクル・サーベイ。2008年12月28日。閲覧。クリーンモンズドーム。テネシー、ノース・キャロライナ。peakbagger.com。2008年12月21日。閲覧。クリーンモンズドーム。グレート・スモーキー・マウンテンズ・ナショナル・パーク。 ナショナルパークサービス、2008年12月28日、閲覧。クリーンモンズドーム、summitpost.org、2011年5月9日、閲覧。ワドリー、ジェフ・マッカーター、ドワイト、メーデー、メーデー、エアクラフト・クラシャス・イン・ザ・グレート・スモーキー、マウンテンズ・ナショナルパーク、1920から2000、ノックス・ビル、 University of Tennessee Press, ISBN1572331542。ありがとうございます。